皆さんおはようございます。日本の子どもたちは自分の国の童話とか外国の童話をよく読んだり楽しんだりしていま,したけれどしていますけれども外国の子どもたちは果たしてどれだけ日本の童話日本の子どもの話について勉強してくれたり読んでくれたりすることがありますでしょうかでそこで 外国人の子どもたち、日本人以外の外国の子どもたちにもぜひ日本の童話などを楽しんで勉強していただこうと思って絵本を作り始めた方がここロサンゼルスにいらっしゃいます。その方のお名前は関三脚、関サニーさんでございます。今日は関さんにスタジオの方へお越しいただいております。関さん、ナイスとミーチュー。よろしくお願いいたします。 関さんどうして三脚っていうファーストネームですか。足が三本。はい。あの私はもともと写真家ですから。そうなんですか、はい。写真の三脚。それからあそのトライパーの三脚ですね。はい。そ,、ねはい、それからあ線流を勉強してます。線流ですね。でそれと絵本その三つでえまあそれをモジって三脚というのがペンネームなんです。忙しいですね。はい。はい、で絵本はいつ頃からあの作ろうっていう。 あの小さい頃から絵本は好きで<あ>書いたりしてましたけども本当に出そうということで勉強し始めたのが大体2005年ぐらいもう10年ぐら、えー、絵本をするそれもまあここにもありますけれども。はい <coughs> これは、まあ、日本語の絵本なんです。そこには中国語に。アラビア語にスペイン語にほか韓国語とかいろいろありますよね。はいはい、ね何カ国語のあります?。今、九カ国に訳されて。そんなに。はい。ええ、ところがですね。日本の童話っていうのは、まあ、日本の文化、日本の歴史、伝統、ベースとしたものなんですけれども。はい、これを外国人に、子供たちに理解していただくのは。うんうん 難しいことはないですか。いすねはい、やはりそうですか、はいはい。ですからこの話はこれ全部バイリンガルになってんです。は一、い、ページに日本語と英語、ねはい、日本語あの英語とアラビア語とかっていうふうに、はい、あのそれぞれの国の壁を越えられるようなバイリンガルの方になってます。なるほど。今一番好評を得ているのはどこの国のやつあのね。日本などこの国が一番 まあ今アメリカがもちろんあれ私があの動ける範囲で説明をしたり本のサインをしてますけれども、でも意外と日本の文化が人気があるのはオーストラリアです。オーストラリアから非常に反響があります。私はの他の同じ黄色い肌のアジア人かと思いましたけれども、そうでもなかったんですね。そうでもないですね。はいはどうしてまたオーストラリア人が興味どうしてなんでしょうね。あの日本離れているほどあの違う国のことを知りたいっていうのがあるかもしれません。 ですから、日本人であれば、あ、ヨーロッパの話をすごく聞きたいと思う。で、ヨーロッパの人は逆に、日本の話を聞きたいって言うのはあると思います。離れてるからね、はいはい、あまり近くにいると、しょっちゅう分かってるから、はいはい。はい。分かったつもりになっちゃうわ、ね。<laughs> 分かったつもりですね。そうですか。はい、いやー、関さん、あの、この本ですね。はい、だって、あの、どんな本でも、あの、イラストレーターと、はい、あの、ライター。 二人の名前が入ってますけれども、はいはい、関さんのこの絵本の場合は。はい、イラストレーターのお名前が見えなく、み、み、ないですね。はいはい、で、著者だけなんですけれども、はいはい、どなたさんがその絵を描か,れていすか。私が絵を描いております。そうなんですか。あの、やっぱり絵の才能もありますよねいや。絵が好きで、で、もちろん、その。写真をやるっていうことになる前が、あの、絵,絵描きになりたかったわけです。ですから。 絵描きじゃ食べられないっていうんでおあの親父があの大学行くんだったらばあ写真の学校に行きなさいということで、うんえー、絵描きになるんだったらば学費は出さないっていうふうに言われてでやむをえず写真をやって、まあ、しばらく、まあ、その写真で食べてたわけですけどもやっぱり絵本を出したい絵を描きたいっていう夢があのついになんていうんですかね写真をやめようと思った段階で実現したというか。 絵を描いていくことが自分にすごく向いてるなと思います。です,ね、ですからはい、あの両方やって文章と絵を両方やっております。そういえば日本の童話の本たくさんありますよね。はいはい、その童話の本の中の絵。 をなんとなく見たら馴染みがありますよね。あ、はい、これこれこれって。ところが関さんの動画の絵を見てると、う、はい、ん？こう思っちゃいますよね。はいはい、やっぱり違いがありますよね。それはやっぱり関さんの独特のユニークなオリジナルオリジナリティの絵ですよね。うん、そうかもしれませんね。うん、自分では気が安かないですけど、人にそう言われることは多いですね。浮世絵みたいだとか、あ、写真みたいだとか、いろんなあの絵の技法が 知らない間に混ざっちゃってるような気がしますね。うん。あの。絵の具とかもちろんそういうのをたくさん使われるでしょうけれども。はい,はい。あの、難しいんですか。そうですね。水彩画のようにオリジナルをですね、あれ。見せていただきましたけど、水彩画のように見えるんですけれども。はい、違いますか。違いますね。あの、やばい。何がって言うんですか、それは。 何がって言われると席いでまあ自分で自分のスタイルを作ろうと思いましたし <laughs> う<ん>どっかのそういうカテゴリーに収めちゃって切り絵だとか版画だとか水彩画に収められないような自分の好きなものをどん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 入れていっちゃって、えー、作り上げたのがあの私の私の。 絵のスタイルだと思います、うん、でも使ってるのは普通のまあ水彩画でも使うあの絵の具のものは同じですよねところが出来上がったものが水彩画でもなければ油絵でもないし本当それこそ三人石絵っていうふうに読んでもおかしくない,ないただ日本の物語東洋の物語は水彩画が似合いますね水彩画非常に水彩のぼかしたとか中が透けて見えたり 浮世絵なんか見ると、透けて木目が見えます。よく見ると、ですから木版ですよね。そういうふうにその透けて見えるというか、その水彩の滲み。水彩のこう透けて見える感じが、日本の物物語には非常に合うと思います。それはやっぱりこう,こう神秘的な部分があるからでしょうか。そうかもしれませんね。んあの、やっぱり、えー、西洋のを見ると、油絵、その、なん,ていうんですかね。 三次元というか厚みがすごく大切なんだと思います。でも日本の民はなんか油だとちょっと肉感というか厚みが出出すぎちゃうんですね。そういう感じがします。あの、うん、本当に素直にこの絵をこう見ることができると同時に細かいところまで犬の表情とかそこまで描かれるんですね、はいはいはい。その辺がすごく大切だと思います。うん、子供に ですさッさってページをめくっちゃうんじゃなくてだから犬も生活してるんだし草木も生活してるんだし山には雪が積もってるかもしれないそういう日本の風景優しい風景そういう目線っていうのをすごく 大切にしたいです、うん、やっぱりその童話っていうのもただ本に印刷されたそのストーリーを読むだけではなくて、うん、その絵を見ながら子どもなりに想像したり、うんはい、させるのがやっぱり絵本のいいところですよね。そうですね、はい、周りにいる人だとか日本っていうううのは四季がありましょうそでですねですねからこの時期は一体夏な,夏なんだろうか冬なんだろうか、うん、そういう風景花が咲いてたり水が流れてたりそういうふうなのを 描き込めたらいいなと思います。素晴らしいです。関さん、はい、コマーシャルの後またお話を聞かせてください。はいはい、ありがとうございます。はい、関さんここに招き猫が置いてありますけれども、はいはい、これは確かに日本アメリカの日本のレストランの入り口によく見ますよね。はい、もちろん客招き猫っていうあれなんですけれども。はい これとその関さんの童話の絵本と、はい、あ,ありましたねはいはい,はい、はい、これウインクしてますねはいはい <laughs> これウインクしてませんねやっぱりアメリカの文化だからウインクっていうふうにさしてるんですか、はい、そうですねはいあのみんなこれがどうしてこういうことをしてるのかで日本のお店に行くと特に レストランに行くと置いてある。外国人理解できませんよね、ええええ。それで前の人にどうしてこの,のあるのか聞いてもなかなか説明できない。説明するとしてもお客さんを呼ぶんだ。うん、ラッキーを呼ぶんだっていうことでなんで猫でなきゃいけないのか。の <laughs>、まあ、確かにね。ええ、まん、あ、ちゃんでもいい右手と左手と違う猫がいます。左右手を上げてる猫もいます。で曲がる曲がものが違うんですね。それ作る人の気持ちで。 右手にしたりすするんですかそれもあるかもしれませんけども理由日本人はそういう理由づけをしますからあの右手は人を招く左手は物を招くとかそういうふうにあるいは色を金色に塗ったり黒く塗ったりあのまあそれぞれいろんな独特の猫を作り上げるわけですよね。今これ「千万両」ってありますけどもアメリカに送ってくる中にはこれがドルになってるのもあります、はい。面白いですね、はい へいやその色がこの黄色とかいろいろありますてさっきおっしゃいましたそれはアメリカの場合ですよね、はい、日本でではもううう決まってこういう形の色ですよねそうですねただだんだんそのもう逆輸入っていうんですかあ他の国で流行ればああの日本でもまた違うものを作るあるいは今もうだんだん日本だけじゃなくて中国で作りますから、うん、中国のお 招き猫っていうのは金,金色が多いです,そうですね中国は色が好きですからね。そうで,すかでこれが置いてある場所っていうのは日本食の場所っていうのは世界中に日本食は今増えてますから、うん、だから例えばアラビア語アラビア語の圏内でも日本食屋さんにはこう置いてある、うん、そうするとこれに興味を示した人はあ誰がこういうものを作ったんだろうどういう歴史があるんだろうっていうことでこの本を読んでくださるという格好で、えー、世界に広まってるんだと思います。ですから これを仲介してくださるのは日本食のレストランが、うんそうね、多いですね。今全世界どこ行っても日本食レストランがありますものね。で、皆さんがこれ一個ずつ入り口の方を置いてくださるとそういうことなんですね。だから日本人とその猫の歴史っていうんですか。はい、これは今でこのラッキーキャットっていうのはハローキティになっていくわけです。ですからハローキティのおじいさんおばあさんが招き猫なわけです。 オリジナルが。はい。まあ、日本の、カルチャーってうんですかね。はい、猫を大切にする、猫は家族の一員だっていうのは。あ、ずっとつながってって、ハローキティが。急に生まれてきたんじゃなくて。ずっとルーツがあるわけです。そういえば、アメリカではもともと日系人のお店でスタートしたんですよね。はい、ほぼ三十五年前。かい。四十年前に、はい。はい。はい。うん、そうですか。はい。はい、あの、それから、ここに。はい。こけし人形と。はい。だるまがありまして。はい。はい これもやっぱり外国の外国というのは日本以外の国の子どもたちに、はい、紹介するあの童話の一つですかそうですすかそう私の物語の場合物があると非常に説明しやすい子どもたちもお物がただお話だけだとおつかみどころがないですからこれのルーツはこれはどういう理由で作ってここに名前が入ってる。 でこの名前とこれはどういう関係なのかっていうようなことで必ずそのものを説明する格好で歴史をたどって本を作るっていうのは、まあ私の絵本の作り方です。そういえば関さんあのアンデルソンなんていうかエンドルソン童話、はい、それからイソップ物語みんなそのこういうものがないような感じがしますね。しかも結構 大人を相手の大人を主体としたストーリーが結構多いですよね。で,ねで子供は子供でそれを想像するわけですよね。<laughs> はいはい、そういう意味では日本の童話と外国の童話の違いがそこで評価。あのね日本の童話っていうのは非常に奥が深いし幅も広いんですよね。例えばあ一寸法師だとか貧、はいね、太郎だとか桃太,桃太郎、えみんな子供は大活躍をするわけです。 っていうのは、親が子供に強い子になってほしい健康な子でいてほしいっていう願いが込められていると同時に子供たちにしてみれば小さいんだけども、ね、あの熊なら熊を投げ飛ばせたらいいなって子供で思う子供心に思うそれが物語の中に出てくれば喜んで聞きますね。ですかか、ら、親とと子供のそののお,お互いい希望だとかそういうものが、あ 民話だとか堂安の中に凝縮されているでただ強ければいいというんじゃなくてぐ、えーたら息子のための話も用意されているところは日本の民話の面白いところだと思います、うん、例えば三年三年寝太郎とか物草太郎っていう話ありますこれはいつもぐーたらな息子でしょっちゅう寝てるんですね <laughs> 何年も寝てておいでお周りからぐーたら息子だって言われてるんですけども村の一大事になった時に急に立ち上がってで川の流れを変えて村を救う でこういう話っていうのは親,から親に対してはあお前の息子はこんなにグータルだけでもいずれ大きな仕事をするかもしれないっていう希望を与えるで子どもにしてみれば今はやることはないけどもいずれやる時期が来たらば自分をやろうとそうですそういうふうに両方にその働きかける民話そういう作るだから日本の民話を作った人っていうのは非常に温かい心の持ち主でそういうところを その民話の中に織り込んで両方に働きかけるように親にもその物草太郎によって自分の子供をただしっかりつくるんじゃなくて一つの期待を持たせる子供にもそういうそのみんなから「ぐうたる息子」って言われてもいざ自分でやろう気が見つかるそういう事態が起きたらばね自分もその時に立ち上がるっていう一つのそういう場を与えるそういうのが日本の民話の面白いところだと思います、うん。民話と道話ととやっぱりまた ちょっと違うんですか私今ね<う>ずっと童話のつもりで童話っていうのはあのまあ小さいお子さんですよね、はい、で民話っていうのは大人用なのそうです、ね、例えば「はい、ミるナの蔵」とか「ミるナ例えば「あの。うん つるの恩返しですね,ね、はいはい、あれはどちらかというと子もよりも大人ですねですからあの奥さんを働かせてでただ遊んでるとこういうことになっちゃうぞっていうお一つの脅かしがあります奥さんが逃げちゃうう逃げげちちゃゃううですで,で,ですから奥さんが逃げられないようにうん、うん、<laughs> 自分を一生懸命働かなきゃいけないとうん、うん、で奥さんが見ないでくれって言ったところを覗いたりはしないというそういう教えが含まれてますよね。うん でも童話の場合は、またさっきの話に戻りますけれども、はい、まあ、先ほど一寸法師とか。えっ、ー、と、浦島太郎、浦島太郎、はい桃、はい、太郎とかね。太はい、金太郎なんす、ね。あ、金太郎ですね。はいはい、それはやっぱり、あの。 親が子供もたちにすごい期待をしているわけですよね、うん、で海外で海外って外国でそういう童話とかそういうものはありますか親が子供に期待するような童話先ほども私が申し上げましたように、うん、そのやっぱりどうしても小さい時に読んだ外国の童話というのは大人の世界の話のような気がしますけれどもあの。 特にヨーロッパでは国が違うし文化も違うし人種も違うんで動物を非常に使うイソップランカはそうですね。あなるほね動物を使うとどこの国でも通用するわけです。はい、そうですね。ええ、関さんあの動物の話だと私も動物が大好きですけれども、ええ、来週続けてそのお話をしていただけますか。はいはい、今週はどうもありがとうございました。はい